皆さんこんにちは。社長の大学株式会社リンケージ mi コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日はこれで失敗しないズームでの見え方の注意点というテーマでお届けいたします。え、zoom が非常にですね。こう世界中で使われているわけであります。で、ね。 12月去年の12月は確か1日平均1000万人ぐらいの利用者だったんですが今はなんとですね1日3億人ぐらい Zoom をこう使っているというねものすごいこう飛躍ですよね一気にこう拡大していったとそれで Zoom を使っているとですね非常に気になることっていうのはいくつかあるんですけども今日はその中の1つをご紹介したいと思います。 ビジネス上でまあ通常使っている人たちがやはり多いんだと思います。で私もオンラインセミナーを開催したりとかあとはオンラインセミナーにもうすごくいっぱい出たりもしたんですね。そうするといろいろこう顔がなりますよね参加者の皆さんの。でほとんどの方がノートパソコンについているカメラそれで自分をこう映し出してるっていうねことなんだと思います。そうするとですねこんなことがわかるんですよね。 あの非常に皆さん顔色が悪いっていうことに気づくんです。まあ、顔色が悪いっていうのはですね非常に、えー、印象が悪くてまず健康的な感じがしないってことなんですね。で顔色が悪いに比べて、えー、結構表情が硬かったりとか、うん、あのねする人もいますし、あとリアクションがないね。うん要はずっと。 と同じでこう見てるみたいな真面目な顔してしかも顔色が悪いとそうなってくるとなかなか好印象を相手に与えるっていうことは難しくなってくると思うんですでそのことに皆さん気づいてるのか気づいてないのか私わかんないんですけどもあの 私も弊社のですねスタッフに言われてねその絵は何とかした方がいいよって言われたんですえなぜそんなことを言われたかっていうとその弊社のスタッフっていうのは前アナウンサーをやっててテレビ局に勤めてたわけですだからそういうのに関してはめちゃくちゃやっぱ詳しいわけですよねで聞いたのまず証明が必要だとあなるほどねそりゃそうだとカメラ撮るときだってやっぱり証明がいるもんなと で照明があるなしでこれで、ね、ちょっとこう一線引かれるわけですよね映、まあ、り方が全然違うので,で今日は私照明使ってます、えー、とまずですねこちら側に1頭それでこちら側に1頭そして、えー、こちらの前の方に2頭置いてるんですね合計4頭の照明今使ってるんですけど、まあ、一応こんな見,見え方になってますねちょっと消してみます今ねこちら側の照明を消すとこんな感じになるんですねでもう一個 反対側も消しますねこれ消すともうこんな感じ前から2頭で当たってる感じなんですねごめんなさいちょっと前の2頭は今手が届かないんで消すことできないんですけど今度つけてみますね片方つけましたでもう片方つけました うんまあ、こんな感じでやはり照明を使った方が非常にクリアに顔が見えてきますよねだからこれね1個ポイントだと思うんですね照明を使う使わないっていうのたったこれだけでも相手に与える印象というのは大きくわってきますそれでズームを使って何が不安かっていうと相手の表情がよくわからないっていうのは非常に不安なわけですようん。 こうコミュニケーションをやっててね。なので、この照明を使うことで少しでもですね。えー、表情が読み取りやすくなるっこ事は言えると思うんですね。あとはまあね。こう。近づけばね。非常にしょう。あの表情は掴みやすくなります。ただ、その前提条件としては照明がやはり必要ですよ。ってことです。で、この照明につきましては、amazon とかで見るとですね。そうですね。まあ、安いのであれば1個うーん3 4 0 0ぐらいからですよね。あとが。 えと照明が2灯ぐらいついててあとフレームがあるんですねそこは iPhone がセッティングできてあとマイクがついてるっていうね、まあ、こんなセットも6000円か7000円ぐらいありますんでそういうのをちょっと一回買ってみて照明をつけるとどのように変わるのかっていうのをチェックしてもらった方がいいかもしれないですね。 えただね、メガネをかけてる人、私のようなね、メガネをかけてる人はこう、リング型のライトってあるんですね、丸いね。そういうのをちょっとこ前なんかに置いてしまうと、メガネにこう丸いものが、ライトが映ってしまうので、それ気をつけておいた方がいいかなと思います。うんね、で、まあ、照明のね、いろんなテクニックとかね、あると思うんですけども、僕はそういう知識全くないんですけども、えー、と自分のがどういうふうに映るかなって、いろいろテストしてやって、今、こんな感じでやってますので、えー、皆さん方、 もう一つですねこの照明にちょっとだけ投資をするとズームでの見え方がずっとずっとずっと良くなるよっていう話を今日はさせてもらいました今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした今日の話が役に立った面白かったという人はですねぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします